ちゃん。なんなのこれ。いきなりここにいたんだけど。文化祭とかずるい。彼女はマリー。もうご存知の方もいるようですが。一応、ベルベットルームの住人として我々と共におります。ベルベットルームの住人？相棒の親戚とかじゃなかったの？住人とかじゃないもん。たまたまいるだけ。花は？車から花がいなくなって気づいたらここで。意味わかんない。彼女がなぜ来たのかはわかりません。私たちと同じように、呼ばれた。ともかく、せっかく来たことだし、彼女にも役に立ってもらいましょう。そうね。では、ここではない世界との通信を確保いたしましょう。今のあなたと同じように、どこかに閉じ込められている方を彼女がお探しするわ。きっと、皆様のお力添えとなることでしょう。はあ？またあの仕事すんの？聞いてないんだけど。今初めて言ったのだから当然よ。暇な時は、いつものようにポエムでも書いていたらどうかしら。ポエム？は？知らないし、あれは、他の世界のことをメモっただけで私のじゃないし、なんで知ってんの？そう、仕事熱心ね。それなら今回もお願いするわね。ポエムじゃないし、パトスの叫びだし。パトス！ぜ、パトス、かっこいい！そうか。あ、どうしよう。今飲み込んだドーナツ、美味しかった！よかったじゃないか。そして、複数のペルソナを呼び出せるのであれば、次は合体が必要になるわね。合体？合体は、2体以上のペルソナをもとに、新たな1体を召喚する秘技のことです。ベルベットルームの住人は、普段はこの秘技で、お客人を助力しております。いわば、ベルベットルームの本機能と言えるでしょう。この度やっと準備が整ったから、皆様をお呼びしたのです。あなた方は、何かの定めに従い、この狭間の地に迷い込まれた。だとすれば、私にはあなた方を手助けする定めがあるということ。我が主と同じ働きは不可能でしょうが、以後ペルソナ合体は私が取り行い、あなた方の助けとなりましょう。強力なペルソナを召喚することが、あなた方を強化する最善の手段です。苦戦したら、まずは合体を試すといいでしょう。複数のペルソナを管理できるよう、ペルソナ全書も必要でしょうね。あなたが使えるようにしておきます。それにしても忙しいわね。保健室に装備品の店に、ベルベットルーム。誰か来てくれないかしら。ようこそ、ベルベットルームへ。